行くか。てかこれ1やってるからここが怖いんだな。1やってない状態の私の初見プレイの2の時は多分この怖さはなかったな。1やってるからこその怖さってえぐいですね。フラッシュバックする？なんかこの辺の記憶。あ、ちょっと待って、ここ起動する前にさ、こっちの道行くか。嫌だね。いや、そっちなのは知っているんだけど。なんだ？テキストログ。詰まらせるやつ。またトイレが詰まった。一体どんなケツの持ち主ならトイレットロールを丸々1本必要とするって言うんだ。え、もうそれ使ってなくてトイレに直接突っ込んでない？見つけたらケツを蹴り飛ばしてやる。もうこれで5週連続だぞ。いい加減配管の中身を無重力空間にぶちまけてそいつに掃除させてやりたいね。 めっちゃ怒ってる。もちろん、宇宙服のヘルメットの中にはたっぷりそいつのクソを詰めてだ。クソ野郎にはふさわしいだろうよ。あ、でもイライラしてるってことかな、マーカーの影響で。え、マーカーあるっけ？石村に。石村にはマーカー。トイレっすか。トイレに行かせますか。オーディオログ。ねえ、なんかいるの？それとも幻聴？んー、アイザック。声が聞こえる。ああ、ヘッドアークって。まあ、私は強い。敵も強い。これニコールの声かな。弾はない。弾さえあればな。I don't know how it could be. I'll let you know. これさ、行きは安全で帰りに突然ネクロモフが出てきて、全然安全じゃないですみたいな、帰りもうラッシュですみたいな、ネクロモフのラッシュですみたいになるパターンじゃないんですか？終始敵出てこなかったらもう私送るよ。記憶ないっす。 いやちょっと全然記憶ないっす。でもテープっていろいろ貼れるぐらいは少なくとも安全ではあったってことだな。今はスプロールがあんな状態だから、スプロールからのネクロモフが流れてきてるかもしれないけど。ちなみに今夜の11時40分にプレイをしてるんですけど、私これ終わったらね寝ようと思うんだけど、寝る前にねやるゲームじゃない気がしてきた。寝る前になんか楽しいもの見よう。うわ、ここ覚えてるー。カッテアリームスみたいな文字がさ、ここに書いてあったと思うんだけど。
よっか、なんで銃の弾とかがあるんだ。へえ。カット。あ、なんか消されてる。カット。オフゼアリーム。消されてる。私自分の位置の実況怖すぎて見れないんだけど、見てくれてる人いるのかな。まあ見なくても私記憶力いいから、なんとなく覚えててよかった。ふふふはあ、リグ上げるか。リグ上げても別にこれさ、まあ遠いな、ヘルス量、うー、防御力上げたいんだよね私は。ステイシス、ステイシス、ステンシスを上げるのも全然あり。3個使ってサブ攻撃の威力を増すか。いや、サブ攻撃の威力増すか。それかステンシス4回使えるようにするか。さっき言ってることとやってることが違うんだけど、やっぱステンシスにした。多分この方がいいと思う。ステイシスもっと使えば弾の節約になると思う。やだな。でも綺麗になんかカバーされてるから。いやーこれさ、しばらく歩かせてさ、あ、敵いないのかなって思わせてバーってやつでしょ。誰ですかこのゲーム作ったの、なんて人ですかこのゲームをさ、メインでさ作った人、一番偉い人誰ですか。ここで何の声。ちょっと下がれてる。ここの反対側にケンドラとなんだっけ、ハーモンとか。うるさ、止めたいんだけど。向こうが行かせるの、アイテム落ちてる。しかも向こう側カバーできてないんですけど、白いのでカバーできてないんですけど。寝る ?11 時40分だし。寝るか。アイテム取って。なんか青い液体あるけど。寝よう寝よう。セーブして寝よう。よーし。よし。行きますか。なんか私さ、いつもなんだけどさ、ご飯食べた後さ、特に朝ご飯食べた後さ、喉なんか突っかかるんだけど、なんでだろう。夜ご飯の後はそんな突っかからないから、朝に食べてる何かが原因なんだろうな。リンゴとかなんだろう。リンゴか紅茶か。うわうわ、左これなんか敵出てきた場所じゃなかったっけ。
なんか死体のふりしてた気がする。私の記憶が正しければ、この辺で。いやー、よく覚えてるな、意外と。まあそっちですよね。リンゴか。あ、ここ戻ってくるのか、またもしかして。帰り道気をつけよう。リンゴか。なんか全然関係ない話してるとちょっと気分が楽だな。リンゴか、ミカ、オレンジだっけ、オレンジか、ハムか、食パンか、だっけ、紅茶のどれかだな。紅茶怪しいな、めっちゃ喉通過してるし。紅茶かな、なんか喉攻撃してるの。すごい、でもこれ覆われてるの本当に喉がダメになっちゃう。あれ、ここ、ここドアがなんかめちゃめちゃビシバシになってたとこだっけ。で、なんか初めてステイシスを使った場所だっけ。雰囲気が違うから。なんだろう、この青いやつ、糊的な、消毒剤的な。え、敵、いや敵出てこないのかなって。3、あ、こう、これか、思わせてから出てくるよ。自分の足音か。なんだろうこれ、わかんないや。だってこんだけ弾取ってさ、ただ弾取らせただけってことはないと思うんだよね。ここか、ドアがバシバシなってたとこ。あ、ここ臭い。あ、なんかボロボロになってんですけど、髪が。うわ、ここいるだろう、敵。ボロボロになってるもん。おかしいもん。曲がってるし、鉄骨。こんだけ弾取らせてさ、ただのボーナスですってことはないと思うから、弾取らせた分ぐらいは敵出てくるんだろうな。モードとかないかな。行くか。でも絶対出てくる、これ破れてるもん。私知ってるから、油断してないから。敵出て、自分の足音か。なんかちょっと音の定位が悪いの。なるほど、なるほどね。C はこれ。まだ生きてる。いや。え？生きてんの、まだ。それ、マジか。騙された。両腕切り落としたら終わりかと思った。マジか、だいぶ使っちゃった。こっちにする。
いや、ステイシス強化したし、使っていくか、ステイシス。後ろから来そう。いや、怖くてさ、あれだけど、ちゃんと見ててないけど、こういうとこの裏とかにあるのかな。これ、あれか。リロードしちゃうけど、ワンマガジン150って結構多い。したな。弾を打ち尽くしたな。一気になくなっちゃった。ダイヤモンド半導体、嬉しい。ってなんか生まれてる。いや、これさ、ビリビリさせた方が早いので、ここに打ってビリ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 、どう？ちょっと弾が無駄だ、これ。あるということはまだ出てくるのでは。持ってくか。ステーシス結構回復したな。でも上に吹っ飛ばすやつどこ行ったんだろう。死体消えたかな。こいつか、倒したやつ。あ、やば、ここドアがめっちゃ開閉してたとこだよね。死んでるよね。リチャージ、あー、しとくか。いや、これ上に注意向かせて下から来るパターンでは。構えてないと暗くてやだな。上か。いや、だってステイシス、あ、でも、ステイシスリチャージは、あれだな。そもそも、1でもあそこにアップから、特に意味はないかも。
私のマップの認識が口が回らない。私のマップの認識が正しければ、私ね別のゲームでも言ったと思うんだけど、結構なんかなんて言うんだろう、ここトラムの、トラムか、ここトラムの駅にしようとしている場所、なんかね方向感覚あるっていうか空間認識能力高いっていうか、結構なんかね、と思っているどうなんだろうどうなんだろう、あんまり他人と比較するのが難しいあの能力だから分かんないけど、自分ではなんか空間認識能力高いと思っている。はー、女性してるのか多いので、いるよねこれ敵。あ、でもこの辺破けてないし、いないのか、破けてないし、いないという認識で合ってるのか。あ、ここもう覚えてる。うわぁ、いろいろ、わぁ、なんで開いたの、うわぁ、いろいろ閉まってるけど、なんかここで敵と戦ったわ。どっちが、あっちか。とりあえずベンチなし、ベンチはないんだっけ、ベンチなしか。すごいな、ワンのマップを雰囲気変えて使うって。ふぅ、大型ヘルスパック、とりあえず売れるやつを売るか。弾がないのね。そして大型ヘルスパックは高すぎるな。ノード買う余裕あるのかな。ノード買っとくか。あ、ちょっと安くなってる、1万だったのに9000になってる、 10% オフか。ふぅ、パルスラウンド、ジャベリンスピア、もう一個これ買って、パルスラウンドもう一個買って、もうこのぐらいでいいか。次のスーツがいつ出るかわかんないけど、1メートル余裕ありすぎでしょ。こんだけ余裕インベントリーあるなら武器何個も持ってってもよかったかもな。まあいいけど、まあ一回行くか。こっちに警戒されて左から、警戒させて左から来るパターンもあるんでしょうか。オーディオログ、 Dr. Heidi Latchford, Research Summary Organic Material Analysis. There are several shocking findings relating to the sludge-like material found throughout the Ishimura. FirstIt is human DNA. Second, and far more disturbing, it reanimates in the presence of a marker signal. The only conclusion we can come to is that the entire Ishimura crew was infected and reconstructed and then fell into a super DNA sludge when the Aegis 7 marker was destroyed. へえ、溶けたんだ。ネクロモーフ全部溶けたんだ。けどまだいるってことは、やっぱりスプロールに新しいマーカー作ったから。いるのか。それで、じゃあマーカーを壊せば液体に変わるという認識で合っていますかね。スプロール、スプロールにあるんだっけ、多分スプロールにあるよね。はあ、